アビリティカプセル実際にやってみるというところをやってみたいと思います。はい、めっちゃ楽しいね。いや、アビリティカプセルすごいですね。こんにちは、シロプラザーで中2です。グッドゲームガールズチャンネルのみそ汁です。というわけで、本日もファイナルファンタジーのレックスビアス公式チャンネルやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、本日はですね、何をするんですか。ちょっと今更感があるんですけれども、はい、先日ですね、アップデートでアビリティ覚醒というのがね、出まして、結構前ですね。前回のストーリーイベントかな、の時かな、うん、小石がゲットできるようになった。そうだね、にイベントできるようになったんですけれども、うん、ちょっとね、アビリティ覚醒って結構小石が集まりづらい今のところ。そうね、たくさん使う。そうなので、まだね、あんまりそのやったっていう方がね、いらっしゃらないと思うんですよ。そして、うん、アビリティ覚醒何っていう方すらいらっしゃると思うんですよ。そうだね。そうなんで、今日はですね、ちょっとアビリティ覚醒とはちょっと何ぞやというところと、アビリティ覚醒を実際にやってみるというところをやってみたいと思います。はい、では、今回は開発端末をお借りするんですけど、私がちょっとやっていきたいと思います。お願いします。では行ってみー、チューニー。うん、今回、アビリティ覚醒ができる私がちょっと気になってるキャラ、ガーランドさん。あ、最近ハマってるね。ガーランドさん、両手持ちが普通に持ってるんですよ。パッシブでね、もともとのこういうアビリティで。かつですね、体験の極意、皆さんゲットできるじゃないですか。はい、どこだっけ、フリートだっけ、ギルガメッシュかな、ギルガメッシュか、うん、ギルガメッシュで体験の極意がゲットできる、うん、かつちょっと私両手持ちをね、1個ゲットしたんですよ。お、なんでもちもち体験極意つけられて、結構ね、ガーランドさんの攻撃力、私高めなんですよ、他の小屋たちより。なので、ちょっとこのガーランドさんの両手持ちがこのアビリティ覚醒によってどんくらいね、上がるのかというところ、期待していきたいと思います。はい、とりあえずですね、ガーランドさんのそして、はい、そしてね、うつぎさん曰く、そしてがね、今ね、はい、攻撃力176、そのステータス、そうで、はい、なんか29ちょっとアップしてるんですけど、何がついてるのかな、パッシブかな、パッシブで攻撃 20% アップついてます。はい、はい、こちらでですね、まずは体験を装備します。はい、両手持ちなんでね。じゃあゴールドブレード、うん、みんな持ってるゴールドブレード、うん、めっちゃ上がった、めっちゃ上がった、142、はい、上がって、289、なんか120ぐらい上がってますね。そうだね。はい、これがもう普通のガーランドさんが体験を持ったパティンですよ。ただでさえ強い、ただでさえ強い。はい、でこちらにですね、この状態からどんだけ上がるのか。そうだね、覚えとこ覚えとこ、うん、289。 OK、 じゃあちょっとアビリティ覚醒していきたいと思います。初めて、緊張しない、どんな画面なんだろう。緊張する。覚醒はね、なんか2回ぐらいできるやつですからね。はい、じゃあまずね、覚醒1、はい、威力上昇、上昇量、あ、286から、あ、全然違うじゃん、めっちゃかっこいいじゃん、エフェクトかっこいい、やば、いい、初めて、うわー、うわー、強くなりそう、めっちゃ上がったっぽい。あーっつって、あーってなってる、めっちゃギュッて握り締めてる、ね、しかもこれあれだよ、ちょっとこの背景が、はい、透過ジフなこのアビリティ、ね、はい、あ、上がった、結構上がってる、うん、300届きましたね。しかもこれ、ね、何もつけてなくて300、ね、厳重もな、装備も何もなくて、これしかもゴールドブレードだよ、すごい、ちょっともう一回いけるので、もう一回両手持ちで、さらにもう一回できる、ショーアップをショーアップ、お、いきましょう、どうなる、めっちゃかっこいいじゃん、このエフェクト。かっこいいね、うん、あれですね、ガーランドさんじゃなくてアビリティがこう主役みたいな感じですね。そうだね、アメイジング、じゃあアウェイキング、アウェイキングだね、アメイジングがやっぱ上315、おお、結構上がりましたね、いきましたね、これガーランドさん、はい、これ普通の状態ですね、うん、はい、でこれにゴールドブレードを装備して、うん、エイスって、でガーランドさんの初代、うん、168上がってますね、うん、結構上がってますね、すっごい上がってる、150ぐらい上がりましたね、めっちゃ上がってんじゃん、うん、しかもこれまだゴールドブレードオンリーなので、まあ持ってる方はこの間ドラクエコラボとかであったロートの剣とか ね、まあ、さらに持ってる方はエクスカリバーとかね、メスブリンガーとか装備させてね、はい、体験の極意とか装備させてね、はい、両手持ちとかされ装備させて、うん、楽しい、いやーね、ガーランドさん気になるわ、はい、ちょっとね、もっとね、小石が多分ね、今後もうちょっと手に入りやすくなってくるんじゃないかなと思うんですけれども、よろしければね、参考にいただければと思います。
今回ちょっとピックアップさせていただいたのは、うん、かなりアビリティ覚醒で輝いてるというラムザさん。はい、こちらのラムザなんですけど、はい、この英雄の歌のこの覚醒がかなり熱いということで、うん、なんとですね、覚醒2まで覚醒すると、うん、HP と MP も回復するらしい。すごいよね。やばいね、うん、ちょっとこれ見てみたいね。どうしようか、うん、英雄の歌を普通に使って攻撃をしたパターンも見てみる、ね、うん、はい、というわけで夏子のさくりさんですね、はい、やってまいりました。はい、現在のステータス、ね、こんな感じですね、はい、こんな感じでございます。28、これ上がり値が変わるってことですか。そうだね、まあ全部変わりますね。あ、攻撃も、うん、そうかそうか。はい、じゃあ行きましょう。はい、英雄の歌歌ってもらう。歌ってからもう一回ステータスに行くと、うい、どうなる。まず攻撃防御魔力停止、めっちゃ上がってる。普通の状態でも結構上がりますね。めっちゃ上がってるね。はい、はい、じゃあ英雄の歌覚醒します。キリキリ、見て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 、歌がめちゃ強くなってて、歌が飛んでいった。トーカジフかピングの歌がほらほらほら、うわー、歌が戻ってきた。戻ってきたね。からの特大アップだって。さっき小でしたけどめっちゃ特大です ね。はい、じゃあちょっと続いてやっちゃいましょう。あ、これは何、銀幕なんだ。銀幕は銀幕なんだね、覚醒になるとね、うん、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。なくないや。頑張れ、めちゃうえた、うやすごい、歌ってる間いっぱいついてる。 HP を徐々に回復、 MP を徐々に回復、中アップ、あ、大アップした後中アップしましたね。なるほどね。よーし、じゃあちょっと試してみよう。試してみよう。はい、やってまいりました。まあまあまあ、もう一回見ましょうか。じゃあもう一回見ますか。アムタソね、アムタソのステータスが、はい、わちゃってる。こんな感じね、はい、こんな感じでございます。結構上がってたよね、元々ね。結構上がってるね。さらにどんぐらい上がるのか。いいのだ、一見うー、やばいね、やばい。さ、エフェクトはあんまり変わんないです ね。超上がった、やばいよ。全部3桁になった、やばいよ、やばいね、やばい、これはやばいね、めっちゃ上がった、ね、しかも HP と MP が徐々に回復。あ、ラムザさん変わりましたね。はい、まあ、3ターンねちょっと動けなくなるというリスクあるんですけども、うん、かなり上がりますね。申し分ないですね、うん、私やっぱりこうサポートキャラっていうのはね、うん、意外とねこの HP MP 回復ってだけでかなり役に立ってるので。そうですね、うん、あのアイテムをね使わずにクリアとかをね、まだ、まあ、ラムザ持ってるけど、まあ、なんだっけ、ティーダとかアイリーン、クイーンとかアイリーンとか持ってない方はね、うん、まあそれラムザ持ってて結構引きいいですけどね。いや、はい、めっちゃ楽しいね。いや、VT 学生すごいですね。やっぱでも小石のレア度というか、うん、レア度入らなさ度を考えると、うんうん、ものすごい上がり幅がね、どのキャラも期待できるということで、はい、皆さんにねやってほしいですね、うん、まあ、性能もそうなんですけども、うん、とりあえずは結構ねキャラ愛で、まあ、やってもいいんじゃないかな、ね、みたいなところもありますね、うん、私だってローゼリアやろうって思うもん。そうだよね、うん、ケアルガがねかなり強くなってたんですけども、さらにですね最近、マジフィーダはい、とあとあれですね、ラスベルとかもね追加になったので、うん、これもね結構ねなんか当て馬がね強くなったりとか、破断になったりとか、そうラスベルのね、そう、体勢下げの氷耐性下げる攻撃に属性が乗ったりとか付与されたりとかね、これとかも結構使えるんじゃないかなと思うので、うん、まあまあもし皆さんのね気になるものがあるよってことであればね、ぜひねこちらの公式チャンネルで紹介していきたいと思いますので、コメントいただけると嬉しいなと思います、はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね、バイバイ。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。最後にお知らせがあります。はい、ただいまですね、ファイナルファンタジーブレイブエクスビアス1周年記念イベントの一つとしてユニットイラストコンテストを開催しております、はい、こちらの応募期限がですね、うん、10月28日23時59分までとなっております、はい、スクエニメンバーズから応募できるのでぜひ皆さん参加してください。はい、そして公式ツイッター詳細欄にありますのでぜひぜひチェックしてみてください。 YouTube のチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた見てくださいね、バイバイ。